はい、こんにちは。パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッション、ボンゴ編。この動画では、ボンゴのチューニングについて解説していきます。はい、ボンゴもコンガ同様に、この革を張ったり緩めたりすることによって、音程の高さを調整します。で、ボンゴというのは本来、アンサンブルの中でソロを取ったり、フィルをしたりする役割の楽器だったっていうのもあって、相対的にですね、他の楽器と比べて高い音程、ハイピッチにチューニングするのが一般的です。で、高いと言ってもどれぐらいの高さなのっていうのがビギナーの方が疑問に思うところだと思うんですけれども、参考までに僕がどれぐらいの高さでチューニングしているのかっていうのを聞いていただきたいと思います。はい、いかがでしょうか。だいたいこれぐらいのチューニングだと、コンガやティンバレスがいるラテン系の編成でも、ドラム、ベースがいるバンド編成の中でも、抜けやすい音域、音程だと思います。で、この音程っていうのは最終的にはもう好みなんですね。プロの奏者でも10人といろ、人によって違いますので、一応僕の動画では、今現在のこのチューニングを一つの基準にして、これよりも高い方がいいのか、あるいは低い方がいいのか、同じぐらいがいいのかっていうのは、あとは好みで決めてください。で、音程を測るためにチューナーを用意します。できれば音が出るタイプのものがいいです。で、チューナーないという場合は、今スマホのアプリなので、チューナーのアプリや小さいですね、ピアノのアプリで音が出るものがありますので、そういうのを使ってみてください。で、このチューナーを使って、この音を聞きつつ、この太鼓の音程がどれぐらいなのかっていうのを聞きます。全部僕のチューニングは、低い方が D、高い方ちょっと聞き取りづらいんですけども、だいたい G で設定しています。低い方 D、高い方 G なので、低い方から4度上の音程間隔であると言えます。で、大体この高い低いの間隔を4度か5度にする人が多いです。で、もともと民族楽器なんで、そこまで厳密にやる必要はないんじゃないんですけども、例えばキメとかで、こう、同時に叩くとき。この感覚がですね、変な感覚だとなんか濁って聞こえたりするんですね。それがちょっと気持ち悪いので、僕のおすすめとしては大体4度か5度ですね。この辺に書いておきたいと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、続きまして、ボンゴの革の種類についてです。ボンゴの革の種類を大きく分けて2種類ありまして、本革のものと人工革のものがあります。で、僕が使っているのはこれ両方とも人工革、プラスチックのヘッドです。これは何がいいかというと、めっちゃくちゃ楽なんですね。一回厳密にチューニングしてしまえば、基本はそのままで OK なので、とにかく楽と。デメリットとしては、この高音成分はいいんですけど、低音成分がちょっと出にくいので、なんか薄っぺらい軽い音になりがちなんですね。それはちょっと叩き方をコントロールして調整してあげる必要があります。ただそのデメリットを差し引いても、僕は圧倒的にこの人工革プラスチックヘッドをおすすめしています。なぜかというと、本革は、ね、結構太くていい音がするんですけれども、湿気の影響をもろに受けちゃいますので、まあ、湿度が高ければ革は伸びますし、湿度が低ければ革は縮むと。で、残念ながらですね、この日本の気候っていうのは本革の楽器にとって最悪で、管理がとても難しいです。で、しかもこの高い方をですね、結構張りますので、破れやすいんですね、この革が。なので、叩く前にチューニングを上げる、革を張って、叩き終わったら革を緩めてあげるっていう作業が必要になります。で、そういった革の管理も含めて、性格的に豆な人は本革は向いてると思います。逆にちょっとズボラな人ですね。いちいちそういうのめんどくさいわという人。張りっぱにして、もう緩めるのめんどくさいからそのままにしておいたら、翌日皮が破れてたっていうのですね、ボンゴあるあるなので、まあ、そういった方はぜひ人工革を使っていただければいいんじゃないかと思います。はい、では実際にチューニングやってみたいと思います。今これチューニングかなり緩めて、こう低い状態になってますので、これをですね、グググッと上げていって、さっきの D と G のピッチまでチューニングを上げていきたいと思います。で、基本的にはコンガ編でやりましたチューニングと一緒です。まずは目測で、
この皮の伸び具合を確認します。この座面とこのリムですね、リムとの幅で皮がどれぐらい伸びているかがわかりますので、どこかが極端に短かったり長かったりしていないかを確認します。で、ここの幅がですね、だいたい均一になるように調整してあげます。で、ボンゴをはじめすべてのパーカッションというのはですね、基本的にはこのヘッドを均一に伸ばしてあげたいんですね。どこかが歪に伸びてしまうと、これを支えているフープ、リムがこう変形していっちゃうんですね。歪な形で。一回変形してしまうと、もうその後チューニングを合わせるのがすごく困難になってしまうので、もう極力最初の段階から目で見て、なるべく均一に伸ばしてあげるように心がけてください。はい。で、この皮の幅が目測でだいたい均一になりましたら、裏返してこのチューニングラグをそれぞれ回していきます。で、ここ例えば角度30度回したとしたら、次も30度30度30度と同じ分だけ順番に回していきます。時々この皮の中心をトントンと叩いて、皮の張り具合を均質にしてあげます。今だいたい G ぐらいです。さらに上げていきます。はい、今だいたい D まで上げることができました。ちょっと倍音が乗って濁ったような感じがするので、微調整で調整します。で、この各ラグのあるポイントをですね、と叩いて低いところを少し上げていきます。ここに対してここが少し低いので、このラグがある部分を回してあげます。ここだけが高いので、残り3つをちょっとずつ上げます。大体揃いました。で、ボンゴのこのチューニングラグっていうのは4箇所なので、コンガに比べてチューニングを安定させるのが難しいです。やっぱりこのラグの数が多ければ多いほど細かくチューニングできるので、いい状態にできるんですね。このプラスティックヘッドの低い方っていうのは特に倍音が乗りやすいです。で、僕だったらですね、もうガムテープなんかを使って これをくるくるっとですね丸めて、こんな感じですね。この裏のもうあんまり見えないところにですね、ペタッと貼ってしまう。こういう感じです。それと、こう音がちょっとまとまりますね。はい、低い方 D まで上がりましたので完了です。じゃあ次、高い方やってみます。全く同様の流れで順番に同じ角度だけ回していきます。で、目標に近いピッチになったら微調整って感じですね。
こんぐらいになるとかなり音の立ち上がりが良くなってきました。ほぼもう G ですね。じゃあ微調整に入ります。各ラグがあるポイントをちょっと叩いていって、低いところをちょっと上げていきます。だいたい揃いました。はい、先ほどと同じピッチまで上げることができましたので、これでチューニング完了です。はい、というわけで今回はボンゴのチューニングについてでした。動画に関して質問などありましたらコメント欄にお願いします。こうした感じで、このチャンネルではパーカッションに興味がある方のための有益情報やレッスンなど配信していますので、ぜひチャンネル登録してチェックしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。